はい、こんにちは。日本改革徳津沢です。ヒロリン様、やまびこマスター様、日野まほろ様、松村様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。ありがとうございました。2月にですね、メール党員限定懇親会を行います。メール党員の皆様、詳しくはメールの方をご覧くださいませ。日時や場所や申し込み方法なんか書いてありますんでね。メール党員で、ない方は動画説明欄もっと見るをクリックしていただくと、そちらからご登録いただけますんで、そちらから何卒メールに登録していただいてですね、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。難民申請を5回繰り返し、20年以上も日本に滞在し、っていうことは難民審査に4年もかかんのかよっていう、時間かかりすぎじゃねえの、なんぼなんでも。川口で解体業を実質経営する自称難民のクルド人、実質経営っていうのはこいつ立場的にですね、難民申請をすることによって送還を免れている不法滞在者という身分なもんですから、会社起こしたり起業したりはできないので、だから実質経営ですから番頭みたいな名義、誰か他のいるんでしょうね。埼玉県に100万円寄付、大野知事が感謝状を送ると。不法滞在者に、100万円もらって感謝状を送るって、この知事も動画してると思いますけど、100万円を寄付できる自称難民ってめちゃくちゃおかしいとツイートしたところ、4時間でコメント300以上、リツイート3000以上、いいね1万以上いただきました。100万円も寄付する余裕あんだったら、なんてない事情が、なんて、難民っていうことで申請してんのに。あとこいつなんか有名なクルド人で、30代半ば、10代から20年以上日本にいて30代半ばなんですけど、フェラーリは持ってるわ、クルーザー持ってるわという、とてもとても難民というイメージからは程遠い。こちらのツイートに対する皆様のコメントはこんな感じでありました。不法滞在者って会社経営できるんですね。名義は別な人だと思います。会社経営できる不法難民。なんで、不法難民ではないんだな。不法滞在者で難民申請中。自称難民。なんで100万円も持ってるの。埼玉県知事には呆れたね。アホの極み。その金で飛行機で帰れますね。こいつね、何回も何回もトルコに帰ってるって。どこが難民なんだ、気がしますけど、すごく。不法滞在者に、感謝状って狂ってますね。常識的に考えて、難民申請中の男が100万円寄付とはね、埼玉県大概にせよ。トルコ大使はクルド人は難民ではないと言ってますし、トルコ国内で迫害されていないクルド人の議員もいるよ。トルコ大使、中日トルコ大使がですね、ちゃんと発言しておりました。そもそも適正に納税しているか疑問。寄付という名のキックバックに見えてしまいます。などなど。感謝状はですね、クルド人が希望したから渡したんだって、知事の言うとこによると、100万円で感謝状を買ったとも言えなくもないっすね。100万円寄付できる不法滞在者、自称難民っておかしいだろ。めちゃくちゃ。ありえねえだろ。難民っていうのが嘘だし、不法滞在者なのに何回もトルコにお里帰りできて行き来できてるっておかしいでしょ。入国の時に、あんた不法滞在者だけどって入管で言われないのかな。謎だよな、本当にな。まあ法律変わって難民申請2回までになったから、こいつも長くはないですけどね、日本に入れるのも。松本人志、文春を提訴。5億5000万円払え。文春嫌どす。争う構え。だそうであります。世論です。そんなに取れんの？勝てる見込みあんの？こりゃまた大きく出たな。金額のことですかね。5億5000万中。少額にして勝ちに行けばいいものを。文春側が真実事実だと信じるに足る理由があり、
かつ事実であることを前提として社会的意味を見出されば文春の勝ち。これは公益性の話ですね。真実相当性、こういうのがあったら本当だって思っちゃうよねっていう材料を提示できて、あと公益性がある、全く公益性のないこういう記事はやっぱり却下されます。こういうのはだいたい100万ぐらいしかもらえないよ。文春ボロ儲け。100万以上は完売だっちから、なんせ松本が出る会は、松本側が性加害に該当する事実がないと立証するんだ。へー、文春もネタまだ持ってるんだろうな。どんな証言が飛び出すか。小沢も法廷に呼ばれるんだろうな。スピードワゴン小沢ですね。女の子連れてったっていう。裁判してれば記者会見しなくてもいいもんね。けど裁判で強制があったと信じる相当性があると認められちゃったらどうすんだろうな。松本個人の提訴で吉本は見守りながら傍観って立場の模様みたいであります。当初はですね、吉本事務所、吉本興業自身が訴えるって言ってたんですけどね、なかったと証明するのは難しいから私提訴しないって思ってました。もうお金いらない立場だし、余計なことして世間を騒がせないで、新助みたいにね、すっぱり世間から身を隠すもんだと思ってました。だってなかったことを証明するの難しいですからね。小沢とかゼゲンやってた手下の芸人も法廷に呼ばれて証言ってことになったらメンタルやられますね。その呼ばれたやつの。けど失うものが巨大すぎるのに、私の個人ブログを訴えちゃった河野太郎みたいなやつもいるから、世の中っていうのは人の心っていうのは分かんないもんですね。損得だけで動いてないっていうかね。弁護士先生も首ひねってたもん。なんで訴えたんだろうね、河野太郎はね。失うもの大きすぎないの。河野太郎と松本に共通するのは傲慢ってとこっすかね。吉本にもう松本を制御できる人はもういないんだって。引退しちゃって残ってないんだって。新社長からして松本に頭上がんないんだって。河野太郎は言わずもがな。数々残る傲慢動画、傲慢映像で、まあ明白ですよね。こいつが傲慢じゃないって言ったら一体誰が傲慢なんだって話になりますし、傲慢ゆえにですね、損得よりも自分の気に入らないっていう感情を優先したんですかね。そんで提訴とね、そんな、それじゃただのバカじゃないかという声も出そうですけど、その通りだと思いますね。自分の感情をあれしちゃってさ、優先しちゃってさ。文春一連の記事には十分な自信を持っています。現在も新たな告発者の方々に話を伺い、慎重に裏付け取材をしております。まだまだ続くよ、まだまだ暴露あるよという宣言ですかね。世論です。スピードワゴン小沢も自粛したし、マジでガンガン証拠掴んでんじゃねえの。判決に関わらず松本と吉本の一方的な敗北だろう。裁判が終わる頃には松本誰ってなってない？特に若い人テレビなんか見ねえ人。判決がどうであるですね、やってないって完全完璧に証明することは不可能ですよね。ということは完全な白にはなりきれないわけだ。どんな手段を使っても、疑惑は深まったって言われちゃいますね。にしても大失敗だよな。訴えちゃってな、止める人いなかったのかな。いないんだ。吉本にはもう松本を止められる人がいないんだった。22日自民党政治刷新本部、刷新って読むんだよねこれね。中間取りまとめ発表、いわゆる派閥の解消、真の政策集団に、じゃあ一緒じゃねえかみたいな、清和会、宏池会という政治団体としての届け出、これ総務省に出すんですけども、日本改革党も出しておりますけれども、政治団体としての届け出、12月までの収支報告を3月までに提出するっていう義務を負いますね。で、これ収支報告提出しないと、自動的にですね、この政治団体は消滅したっていうことになって抹消される。抹消する以外は、なんか従来通りみたいな感じであります。世論です。名前変えるだけか。メガネを買い替えた感じ。やってる感出すことに失敗。政治資金規正法を変えなきゃ何の意味も。
秘書がで逃げられるところが大問題、全くの想定内むしろ届け出ないグループの方がやりたい放題になるのでは、交通文通費みたいに名前変えて終了、政治団体の届け出を抹消っていうのは団体の収支報告しなくていいっていうことになって、今以上に不透明な金の流れにできるんじゃないのかな、思いますけれども、当然裏帳簿は作ると思いますけどね。総理が目指す支持率回復にはこれじゃ程遠いですね。やってる感出せてないもんな。それよりですね、政治資金規正法に時効なしとか、つまり5年前までって、下がってますけど、5年の時効、それ、以前は罪に問えない、とかですね、修正は去年の報告までな、そんな5年前の修正できないことにしましょうねとかに変えないと、現在は時効は5年、5年前まで修正可能で、修正できる立場の人間は決して罰せられない仕組みなんですから、あと暴対法のようにですね、連座制にしてですね、秘書がやったで逃げらんないようにしてくんないかな、工藤会の会長はですね、自分は家から出なかったのに、被害者とはの顔も見てないのに死刑判決だったでしょう、部下に命じたつってね。それまで有権者はせいぜいですね、秘書も管理できない無能に政治を任せられないって騒ぐしかないな、法律変えてくんないんだったらな、でも変えそうもないな。萩生田光一前政調会長記者会見、不記載は5年間で2728万円、事務所スタッフが管理していた、詳細を知らなかった、ここでも秘書がはちょっと使い古されたから事務所スタッフが、に、変わったみたいであります。世論です。タンス預金式脱税、事務所の机の引き出しで、しまってました、2000万っつったらかなりのガサだよね、結構あるよね、タンス預金式脱税、数百万の報道だったのに随分増えたな、現金に手をつけなかったからセーフとはならない、魔法の引き出し、一般人が2000万円以上も申告しなかったら起訴されて追徴課税だぞ、政治不信を招き強く反省、ここでもテンプレですね、NHK だったらその後にですね、再発防止に努めますって加えるんですけど、自民党に再発防止に努める気ないなこりゃ、政権交代とは言わないですけど、自民党は議席減らしてですね、少し危機感持った方がいいよ、立憲や共産党よりもちょっとマシ、レベルじゃ不足ですよ、それで選挙勝てるかもしんないけど、立憲共産よりちょっとマシレベルは不足も不足ですよ、こっちの望むレベルじゃないからね、4000万円以上の裏金がバレた谷川弥一衆議院議員82歳議員辞職届け提出、受理される見込みだそうであります。まあ82歳だしね。裏金の使途について、飲みに行ったり食べに行ったりの人間関係作りに使ったと余計なことを言ってしまいました。余計なこと。世論です。餌代だったのか、買収に使ったのか、正直すぎだろ。嘘でもいいからもう少しマシな言い訳しろ。どう見ても買収やんけ。まあ最後の最後は正直さが大事。この人の前歴はですね、50年前に谷川建設っていうのを創業した叩き上げ土建屋さんの初代だそうであります。土建屋さんならですね、この正直さでもいいんでしょうけど、政治家としてはまずいんじゃねえのこれ。46歳からですね、長崎県議会議員になってる、土建屋さんと政治結びついた政商だったんですかね。昭和の時代はよくありましたけどね、田中角栄、自身がそうだもんな、土建屋創業者でしたよ。26歳の時は土建屋立ち上げたっすな、大したもんですね。飲んで食って人間関係、まあ82歳じゃしゃあないっすね。今時だと会社の飲み会ですら嫌がる人増えてんだから、そんなの流行んないっすけどね。八王子市長選で敗北したオール左翼の諸角稔陣営幹部、素晴らしい人が集まったが八王子市民がそれを理解できなかった。もういいよそれで。八王子市民が分からず屋だったってことで
いいです。もうそれで。世論です。また始まった。そういうとこだぞ。そんなんだから負けたんだよ。選挙に負けると有権者を愚民扱い、毎度おなじみの様式日。すげえ有権者のせいにしたぞ。野党のメンツが大惨事って、だってことですかね。騙せなくて負け惜しみ。いい加減現実と向き合えと。敗戦を有権者のせいにするのは、まあ、パヨの仕様ですね。パヨっていうか、バカっていうかね。パヨが敗戦後によく言うのが、これとですね、不正選挙とか言いますよね。それも言えない場合ですね、少数の意見が正しいとは限らないとかよく言ってるかな。選挙に負けた場合、そんなに確信があんなら、選挙中に俺らに投票しないのはバカって連呼してみたらどういう結果になるかね。でね、運よく自分らが勝てた場合は、ミーとか言い出すんね。で、自分らが負けた場合は、決して、ミーでは言わないっていう特徴がありますね。その他のニュース、能登地震で停電した33,500戸、北陸電力が全力を出した結果、現在5500戸まで減少。3万戸近くが停電から回復した。1000人体制、北陸電力1000人体制で頑張っておられるそうで頭が下がります。こういうことあっから、私は電線地中化に反対です。土に電線埋まってると復旧が時間かかる。ほんねくちゃなんねえから。あとどこ切れてっかよくわかりにくいし、地上にあればですね、電柱立てるのなんてちょっこらだし、専用の車があってね、キュルキュルキュルって器用に立てていくんですよ、電柱を。あと切れてる場所もすぐ分かりますよね。切れてるのつなぐんじゃなくて、最初から貼り直すってこともできますしね。私は電線地中化に大反対であります。地震が少ないですね、ヨーロッパの真似してもしゃあないと思うんだよね。山本太郎、被災地で松葉杖姿を投稿し、邪魔だろ、何しに行ったんだ、一般人ドン引きに対してですね、さすが山本さんとパヨ歓喜。それについて出回る石井さん、被災者は部屋で叫ぶ人と現地を松葉杖で歩く人のどちらに共感するだろうかと部屋から書き込んでしまう。共感欲しさにやってんのか、お前は部屋でデモを叫んだ人だからな、など多彩なツッコミが炸裂。もう出回るはツイッターやめたらもうセンスないからさ。人口あたりの整形手術件数ランキング発表。14位日本、2.13 件、1000人。1000人あたり 2.13 件。ということは500人に、1件ってことか。日本人1億2000万として、まあ1億人として500分の1だと、5分の1で2000万。あと100分の1だから20万、20万件ぐらい1年で行われている計算になりますね。7位ドイツ 5.72 件、6位アメリカ 5.91 件、飛び飛びなのは記事に載ってなかったからです。3位ブラジル 7.62 件、豊胸、脂肪吸引、タミータック、鼻整形が人気。タミータックっていうのは産後だるんだるんになったお腹の皮をちょっとシュッとする、バディ系がメインですね。2位アルゼンチン 8.81 件、豊胸、脂肪吸引が人気。こちらもバディ系。1位韓国 8.90 件。金額では整形市場の全世界の4分の1を占める世界一の整形大国だそうであります。そう呼ばれて嬉しいかどうかは別として、韓国は世界一の整形大国。金額だったら世界の4分の1を韓国でやっちゃってると。豊胸や脂肪吸引のバディ系の手術とですね、顔面工事の件数は分けてほしかったな。なんかちょっと違う気するもんね。まあバディ系のはね、脂肪吸引なんつのは一人が何回もやるから件数稼いじゃうよね、これね。件数、人口は日本の4倍しか やってないのか、思ったより少ないなって私思いました。目につく韓国人はですね、
芸能人とかだからいつの間にかですね韓国人全員整形って誤解しちゃうよね。芸能人は大抵やってんだろうから、でもそうじゃないんですよ。韓国人が全員整形してるわけじゃないんですよ。まあね、目にすることがある、まあ一般の韓国人の顔なんか私ら日本人目にしねえから、目にすんのは芸能人ばっかじゃないですか。そうすると芸能人はやっぱり一般人よりも整形手術してるじゃないですか。だから誤解しちゃいましてるけども、誤解しちゃってますけど、韓国人全員整形じゃないんですよ。誤解なきように。というわけで、メール党員さん大募集であります。メールマガを登録してもらってですね、日本改革党を支えてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。